上がってきてね、ゴツゴツしてきてさ、耳とか鼻とか、うん、もう綺麗だし、あーこの選手は強かったな、覚えてる？そう、これあれだよね、回だけ勝ったやつだよね、そうそう、言っちゃったけどさ、 5対5で俺だけ勝ったやつ、そう、これ勝てば、勝った選手はロデシーに出れますよっていうね、そう、ロデシーの切符がかかった試合だったんだ、あ、そういうあれだったんだ、で、多分ロデッシー側は、まあ、格上だから、どっちかっていうとさ、うんうん、アウトサイダーより負けるわけないと思ってんだ、ね、誰も、うん、その中で勝ったから、これは結構大きかったよね、やっぱこの試合に向けたトレーニングで、その堀さんと一緒に合宿をしてもらって、あ、そうなんだ、でそこでその堀さんとなんか仲良くしてもらってというかさ、あ、堀さんも出たんだっけ、これ、そう、堀さんも同じチームにいたから、あ、そうだね、そう、亮っていう選手とかも出たんだ、そうそうそう、これがきっかけで、ね、まあ、その何、東京にさ、来るなんか話も進んだからさ、おー大きかったよね、このタイミングだったんだ、そこのタイミングで、なんか誘ってくれ出したね、こっから2年ぐらい誘ってくれたの、確か、そう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 、2年、1年か、1年ぐらいか、そう、俺これ確か見てたけど、うん、危ねえんじゃないかなって思って見てたけどね、うん、他の選手も負けてるしみたいな、うん、そう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 、3回目ぐらいだったね、確か 3番目ぐらいに彼が戦って、この試合ぐらいで結構ね、その、カウンターとかが上手だったね、すごい、まあ、でもこの頃からさ、一発聞いた後の仕留めまではなんかあれでもしっかりできてる、うん、そして兄貴のハイタッチを毎回無視するっていうね、興奮しすぎてあとレフェリーの万歳も無視すぎてなんかさ、試合勝った瞬間のさ興奮って全然さコントロールできないんだけど、うん、特にこの頃全然コントロールできなくて今はもうだいぶコントロールできなくて冷静にだいぶ、なんかそれでいいと今すごいさっぱりしてますね、まあまあこういうのもやっぱ経験ですよね、何回もやべえでしょ、マジで滑りまくったから、めちゃめちゃ滑ってるね、シーンだと思った、日本ならいいチャンピオンで乗ってくんで、また応援お願いします、あらっしゃー、何これ伸びてましたよ、めちゃめちゃ伸びて、上がってたね、マジでやばい、結構今回本気だったんで、何だ本気かいつでも本気でしょ、いいね、とんがってますね、マジやばいよな、しかも韓国人みたいじゃないか、ピンク髪です、改めましてカードの発表をお願いいたします、はい、先ほども言いましたが、この後全13試合発表させていただきます。そして13試合目、朝倉海 VS ヤン・ジヨン61キロ契約、以上13試合となります。メインは朝倉海選手に今回、まあ、半年ぶりの復帰戦ということで、対戦相手いろいろ外国勢の中で、ピックアップさせてもらいましたけど、うん、多分一番やりにくいというか、まあ、やっちゃいけないって言ったらあれですけど、よく海選手受けたなと、まあ、無敗の韓国人の若武者です、まあ、勢い、まあ、無名ではあるので、まあ、選手ファンの皆さんぜひちょっとチェックしてほしいんですけど、まあ、大概強い選手で無名、怖いものなし失うものなし、貝食ってやろうっていう気持ちで来る、まあ、韓国人独特の体の強さとハートの強さを持ち合わせた、将来韓国の MMA を貝を背負って立つであろうっていう逸材だと思います。まあ貝選手の復帰戦で軽い相手でっていうわけにはライジンの舞台はいかないんでですね、まあ、非常にスリリングな試合が予想されるなとそう思います。まあ沖縄大会去年の11月にも増してラインナップ揃えられたと自負してます。楽しみにしていただけたらと思います。以上です。対戦相手ヤン・ジヨン選手のコメントが届いておりますので代読いたします。私はヤン・ジヨンと申します。ロード FC のバンタム級チャンピオンになる男です。カイ選手覚悟しなさい、ボコボコに殴ってこの試合をあなたの引退試合にさせます、そして大事のチャンピオンを目指します、というコメントをいただきました。朝倉海選手お願いいたします。
半年ぶりの、試合がここ沖縄で決まってようやく試合ができるのでとても嬉しく思います。で、まあ、前回の敗戦から、まあ、いろんなことを考えて、で海外に、修行に行ってきました。まあ、そこでたくさんの技術を、吸収して、で新しい、ファイトスタイルを確立して帰ってきました。なんで、まあ、今まで見せてこなかった戦い方を今回見せることができると思うし、まあ、これから対世界に向けて、日本人の強さを僕が証明していきたいと思うので、まず7月2日は僕の試合を楽しみにしていてください。以上です。はい、ありがとうございます。では朝倉海選手、ヤン・ジオン選手への印象をお願いいたします。アマチュアを含めて多分負けたことがないっていうのもあると思うんですけど、すごく自信を持って、戦っているなっていう印象がありますね。であと技術面で言えば、打撃の距離感がすごくうまくて、であとパワーがあって、まあ、いい選手だなと思います。はい、対戦相手ヤン・ジオン選手は近距離での打撃も上手でパワーもある選手だと、それに対してどういう試合をしたいか、どういう新しいスタイルを見せるのかという質問です。はい、お願いします。そうですね、やっぱ今回は、アメリカでいろんな技術を取り入れたんで、それは打撃、レスリング、寝技含めて全部で新しい技術を身につけたんでその部分、今まで多分試合で見せてこなかった部分っていうのをバンバン使って、圧倒したいなと思います。今回ですね、かなり自分よりキャリアの浅い選手との戦いかと思うんですけれども、そういう選手に対してこう試合の、難しさとかどういった部分っていうのを感じられてますでしょうか。そうですね、やっぱ今までは僕がそういうキャリアの上の選手に挑戦していくっていう立場が多かったと思うんですけど、まあ、そういう立場になってきたんだなっていうのもありますし、まあ、正直名前もないし、まあ、実力は結構ある選手なんで、あんまりやりたくなかったなっていうのはあるんですけど、まあ、こういう時にしっかり油断せずにしっかり勝てるようにしていかないといけないなっていう印象です。はい、よろしいでしょうか。この試合、ヤン・ジオン選手に、勝利した後のビジョンとかっていうのももしありましたらお伺いできますでしょうか。やっぱり僕は海外に挑戦したいっていう気持ちもあるので、まあ、そこはちょっと榊原さんとちょっと相談させてもらって、その海外の挑戦も含めて、考えていきたいと思っています。では榊原さんにですね、その今の海選手のコメントを受けてですね、今後の展開などがありましたら。そうですね、当然総合格闘技の世界って本当に、まあ、世界中に広がっていると思います。特に北米ではもう圧倒的な人気のあるスポーツだと思うので、どんどんライジンの舞台で活躍して、アメリカのビッグプロモーション、まあ、UFC とかベラトールとかそういうところからこう注目をされて、ぜひ育っていくじゃないですけどね、チャレンジする機会があったらもう僕らがこうなんか止めることはないので、しっかり、結果が残せる準備が整ったタイミングでチャレンジしていってほしいなと。その橋渡し役はそれぞれのプロモーションに対して我々からすることもできると思いますので、これはまあ会に限らずですね、どの選手もそういう機会を、作っていく言ってあげたい。そういう海外でチャンスがある選手、ポテンシャルがある選手は、志がある選手はやるべきだと、そう思っています。で、まあ、常に村田加奈子もそうだと思いますし、まあ、堀口教授にしてもそうですし、渡辺選手もそうだと思いますが、外国勢でも、まあ、マネーケープもそうだと思いますし、いろいろ内陣での実績、キャリアが評価されて、海外に行く、そういう機会を作っていけたらいいなと、そう思っています。今回の大会のメインイベントになるであろう、この桜海選手にお伺いします。前回の沖縄大会は沖縄で放送されたかと思いますが、昨日の会見でフジテレビショックもありました。格闘技を全然広めたいというふうにおっしゃっている桜海選手にとって、今回の試合も今後の試合も地上波で放送して続けてほしいという思いもあります。そうですね、やっぱりいろんな人に、格闘技の魅力を知ってもらいたいと思いますし、
たくさんの人に目に触れてもらいたいんで、やっぱり地上波でそうはしてもらいたいなと思いますんで、社長にも頑張ってもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。